どうも、ひさしです。ひさし TV ザライブ、6回目、始まりましたけどね。9時の時点で、私の PowerBook Pro、アップデートしておりました。まだ笑わないでね。というわけで今日は、グレーから、てるさんにゲストで来ていただいております。てるさんでーす。大変です。9時半ですね、後ろの時計は。そうですね。はい、というわけで、てるさん今日来ていただいたのも、はい、次回の、そうですね、ライブアットホーム。うん、はい、こちら私が出ます。はい。いや、ここ最近ずっとデータのやり取りが激しくなって、すっごい活気がありますね。深夜の、うん、マス君と俺とテルっていうデータのやり取りがなかなか激しくなってきたんですけども、はい、またベネチアスタイルプラス、うん、彼女で。そう、レオちゃんで、ね。レオちゃんで、はい。そう。行うんですが、はい、まあもちろん永井さんと一緒にやらないっていうこともあって、うん、リアレンジ。ね、それがまた素晴らしくてね、ミックスになると思うんだけど、その、まあ、今回は久々の曲も多いし、はい。はい、僕の楽曲もね、多いし。そうですね。だからその、なかなかライブで聞けない楽曲をリアレンジして、だから今風にね、こう皆さんに届けられるというのはすごく楽しみですね。楽しみですね。うん。しかもなんかリアレンジってことはまた新たな解釈でこの曲を見つめ直すっていうね。そうね。機会になるから、まあ、修行的でもあるんだよね、僕ら的には。そう。今回改めて思ったんだけど、やっぱりこう、ライブアットホームの、うん、こうテーマっていうのはやっぱりこう、自分のスキルアップっていうのがね、すごくあって。うん、うん。その久し楽曲も本当に久々にね、聴いて、で、リアレンジで歌ってみたらめちゃくちゃいい曲だっていうのもあって。どういうこと？で、なんかこう、その当時はなんかこう自分ですごくこう、歌うことで一生懸命すぎて、で、改めてこう自分の家でじっくり歌い直したらすごくやっぱこう、いいなと思って。ありがとうございます。いや、なんかね、もう20年ぐらい前の曲なんだけどね。そうだね。ね、そう。うん、その楽曲もその当時の時代背景というか、あ、こういうサウンド作りしてた。ああ、そっかそっか。そう、解体して、今やってるからすごく楽しい。楽しいよね。ね、うん。うん、またね、ちょっとマニアックな話になるんだけど、うん、アナログテープの時って、やっぱり回転がちょっとね、うん、遅かったり早かったりするんだよ。そうね。だからテンポが 169.98 何々みたいな。そうやってデジタルにすると、そういう、誤差を埋めなければいけないみたいな、時代を感じますけどね。ね。そして、てるさん、はい。僕とてるさんでやるのは、かなり久々、15年ぶりぐらいだと思うんですけども、また、洋楽カバー。そうですね。もう、やめてと思って。てる覚えてるか分かんないけど、前回ラリーっていうバンド、爆竹の、そうね。トリビュートで、ビョークを、ビョークのやつね、うん、俺がどうしてもやりたいっつってテル最後の最後までやりたくないっつっていやでもね、あれだって、うん、あれやったからね、爆竹フェス出たからね、結局そうだよね。いや、ハイパーバラッドって何が素晴らしいってサビが素晴らしいんですよ、うん、それまでがね割と地味なんだよね。同じ繰り返しのが多いんだよ。そうふわりも変だしね。そう、いや、あれもまたスキルアップになったんでね。でもそういうところでは、うん、今回の久しのお題は、はい、うん、素晴らしかった。これはよし自分の本当に自分にない分野の。そうだね。そう、グレイでもやらないだろうね、こういうのね。やらないだろうね、うん、ずっと声を張らないっていうのがすごい文字文字してるんだけど、またそれがいいんだよね。ヒントになるんじゃないですか。そうですね、うん、いやでも本当にもう2週間なんで。2週間ですね。そう、カツカツの状態で、ね、でも大体触ったでしょ、もう曲は。いやでもね、マス君からあと2曲出てないんだよね。あ、そうだ。そう、あと2日間でその2曲を仕上げないと、うん、その演出だったり、うん、あと VJ のまなみちゃんっていうすごい凄腕の VJ の子がいるんですけど、その VJ の子が全部絵を作ってくれて。へぇ、そう。なんかマス君もすごい忙しそうだったよね、最近。ねえ、そうだね、全部あれでグレー案件だよ。なんで集中すんだろう。マス君頑張って。ラブアウトやってエサンのライブやって今これだもんな。なんかベネチアからずっとなんか一緒にやってる感じがしますから。そうね。いやでもなんかそういうタイミングなんだろうなと思う。なるほど、うん、新しいことやるときはなんかマス君と一緒にやってるのかな、ね、なるほどね。じゃあこれから仕上げの作業でということでね。そうですね、楽しみながらやりましょう。はい、はい、テルさんありがとうございました。今日は本当に一人で大丈夫ですか。大丈夫不安になってるでしょ。すげえ不安。ね、俺実際毎回久しぶり見てたけど、うん、ワンオペワンオペって言ってもやっぱりいるんだろうなと思ってたの。あ、今実際同じ、まあ、部屋は違うんだけどスタジオに来てて、はい、見たら本当にワンオペって思いそうだもう泣きそうになってたでしょ俺大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ。テルさんもツイキャスとか、うん、やってるみたいなんで、ね、そうですね、うん、ぜひぜひ、うん、最新のグレイを届けてくださいね。そうですね、うん、ありがとうございます。じゃあ頑張って。はい、それではありがとうね。もし何かあったら言って。 OK、 また遊びに来てね。ありがとう。はい、よいしょ、大丈夫かな。
はい、というわけでテレさん、本当時間ずれたにもかかわらず来ていただきましてありがとうございます。マメな男だね。しかもね、彼はねちゃんとねピザを持ってきてくれるの、こういう時。30年前と変わってないね。あれはグレイがなんか食中毒になった時だよね、ツアー中に。でメンバーの家を回ってね、あの真夏の炎天下のそのドアノブにうな重をねこう置いてってくれるっていうね、3分ぐらいで大変なことになったんじゃないかなと思うぐらい、そういったなんか細かな気遣いっていうのをしてくれるテレさんでした。またね、これからもここのメンバーだったり、あ、そう、今日ね、あの昨日からセッティングしてたんだけど、実はズームだったり LINE 通話LINE 通話をなんとかこのパソコン上でできないかなってずっとやってたんだけど、ちょいムズだった。 OBS スタジオっていうのを使って取り込んだりするのはなかなかのこう波動の高い作業でございまして、こういったアナログな形になっちゃいましたけども、でもね本当にコロナ禍でね大変な時にね頼りになりますね。はい、読んでいくよ。 HSTV The Live Sharp 6 祝 G4 2020 Release Special。 予約出ましたね。コロナ禍でのね、僕ら的には嬉しいニュースというか、58枚目、そして G4 シリーズとしては6回目の。さっきのウィキペディア見て調べたんだけども、俺思ったんですよ。 G4 シリーズってすごい冒険できる、遊びが効くというか、なんかアルバムの方に書く曲っていうのは意外とこの起承転結を大事にしてて、曲順とかは分かんないけど、その時期のグレイのポイントで割と暗い曲が多いというか、グレイのためにやってますちゃんとみたいな感じの曲だと思うんですよ俺は。ただこの G4 に関して言うと、どこまで攻め続けて、でベクトルって例えばメンバーの4つがこうあったとする、 X と Y で、その 4方向にどれだけグレイっていうのを広げられるかみたいな、そういう作業のような気がして、エバークラックもそうだし、まあ、ゾンビシリーズもそうだけども、まあ、今回のねロックアカデミーもそうなんだけども、またちょっと違ったグレイの幅をこう広げていくみたいな作業だと思ってるんですよね。なので今回もあえてスパイクレコーディングからなりそうな音、そんなロックアカデミアという曲をお届けしました。ミュージックビデオの方もね、楽しい仕上がりになってます。あ、ミュージックビデオね、俺サーチという映画の演出をですねやりたくて、でサーチはあれは全部デスクトップだったりとかテレビもあったから、まあ、で何通話って言うんだろう、アップルのフェイス ID か、違う、なんて言うんだっけ、アップルチャット、え、違う、重要じゃないか、そこ別にまあそういう画面だったりとか、その検索だったりとか、俺一番サーチの中で好きなのが、Mac のスクリーンセーバーからゆらーって始まるやつがあって、夜中のシーンで電話がかかってくるみたいな、あのシーンがすごい好きなんですよ。でそのサーチの演出を日本版にして、日本だったらやっぱり LINE とか、その最近のその17ライブだったりとか、まあ YouTube はもちろんだけども、なんかそういうもので、まあ 3分っていう短い曲だったんで表現したいなと思って、結構リモートの会議の中いろいろとね、都市局とやり取りしながら稼いしましたね。あとあれか、スナップチャットとかみたいな感じを、なんか今っぽいな、プラスグレイがドーム公演できなかったっていうネットニュースだったりとかも絶対出したいなと思ったしね、そんなアイディアでお届けしました。G4 2020、こちらね、いろいろな特典もたくさん入ってます。あとホテルグレイアリーナツアーのね、横浜アリーナの DVD が同時発売されました説明下手だな俺。そちらの方もね、ホテルグレイ殺人事件というタイトルで僕がオープニングからいろいろと考えましたんで、可愛がってやってください。そんな近況なんですけどもね、G4 2020、持ちまして、いろいろな場所に行ってきました。というのもグレイワンデイというか、もう 24H というか24時間、24グレイというのをね行ったんですけども、まずはね、MV の公開からメンバーが様々なメディアに出演しました。テレビはもちろんですけどね、僕は生出演したのが東京 FM の、スカイロケットカンパニーと日本放送のミューコミプラスっていうね、スカイロケットカンパニーはね本当に車の中でよく流れているような、そんなラジオだったりとかするので、ジングル聞いた時にねちょっとねなんか嬉しい気持ちになりましたけども、そう、マンボヤシロさんもね初めてだったんですけどね、この前アメトークで夏フェス行きたい芸人だっけで、芸人辞めてるのにオファーが来るみたいなそのぐらい音楽が好きだっていうこともあったんで、なんかフェスの話でね曲のやとか盛り上がったりとかしましたけどね、非常に楽しい時間でした。今すごいですね、ラジオ局も入るのもハードルが高いというか、ちょっとねウェルカムな感じじゃないんだよどこもいやそれはもうもちろん徹底してこうコロナ対策してるってのもあるんだけど、若干ピリッとしてます今で、その夜ね12時からヨッピー吉田アナとね、一緒に楽しい1時間を過ごしたんですが、あれはもうプロモーションじゃないです、友達に会いに行ってみたいな、年の近いね知り合いに会いに行って最近の近況を話すみたいな、そんな時間になりますけども、毎回毎回彼の話は面白
白い、本当にいろんなことにチャレンジしてて、いろんなアイデアもあり、うん、なんか本当に話すとなんかいろんなアイデア、これからのねビジョンみたいなものが、どんどん生まれてくるので、ビタミン的な人です。うん、そんな生放送なんかもやりながら、その間にね、グレイがエサンっていうね、山で行った無観客ライブのね公開なんかも行われましたけども、まあハードルの高い場所ですよ、そこは。どのぐらいかっていうとね、車が一本道で山まで行ったらバックで帰らなければいけないぐらい、そのぐらいね、もう狭い道だったり、まあ山道だからね、何個目まで行けるみたいなことだと思うんですけど、まあかなりね、自然を感じていただけるような、内容になったと思います。エサンっていう場所は僕らからしてみると、遠足だったり登山とかで行くようなところですね。うん、本当にちょうどいい距離のところにあるんですけど、僕も久しぶりに行きました。で、今回ね、ここでも弾いてるジャズマスター持ってきましたけどね。そう、ライブアットホームでもね、結構ジャズマスター使おうかなと思ってるんですよ。で、さっき言ったテルと やり取りする中でのアレンジ作業を日々やってます。だから、また、ベネツィア再来ですよ。ということは、ワンオペです。オートフォーカス。ワンオペ作業なんで、AX8 っていうね、まあ、たまーにこの、インスタとかに上げてるんだけども、いつも使ってるでっかいのを持ってくんじゃなくて、このコンパクトなやつで自分でこう数値をこう6とか8とかにしながら、まあ、実際はデスクトップ上でやってるんですけども、そういう作業を昨日から今日ずっとやってました俺。新たな発見があって、まあまあ楽しいんですけどもね、そんなことをやっている最近です。いやー、お盆とはいえね、特別な夏と言われていますけども、ちょっとこれ報道を見ると怖いですね。怖いというか、もう徐々にこう迫ってくる感じがするんですよ、コロナウイルスっていうのが。っていうのもね、やっぱり日々の報道の中で芸能人の方だったりとかが感染したとかね、あれ報道しなきゃいけないのかな、発表っていうかね。で、まあ周りのね、知り合いなんかでもね、何人かいたりとかして、ちょっと不安ですけどね。まあこんな感じでいつか自分もという感じなのかな、コロナウイルスっていうのは。そんな中、安定のステイホーム、久しは大丈夫です。元気です。ちょっと MacOS が、ねえ、これ、なんかさ、まあ、自動にしては俺が悪いんだけど、ズボラな俺が悪いんだけどさ、これから生放送やろうって時にね、語りな。すごい長くかかってたよね、時間が。あと30分かかりますとか言ってやってましたけど。はい、そんな感じで。あ、そうだ、あとね、最近、私ですね、チャプター機能というのを身につけまして、前回のシャープ5の方はね、チャプターがついて、リンクが飛びやすくなって、しかし何の話してるみたいなところで飛びやすくなってますんで、そんなこともやっぱり長い動画はそれが普通みたいね。でもやっぱり俺最近だと30分とかでも長いなと思い始めてきたから、まあそれを見越して、まあダイジェストを作ったんですよ、今回。僕ではなく一人担当してくれる方が、つきました。そしてこれからはね、ダイジェストなんかで、ダイジェストも長いもんね、あれ、まだね。まあフル別に残さなくていいんだけど、まあ残して、ダイジェストの方も後追いで追加されていきますので、そちらもよろしくお願いします。あとあれ、マイケル・ジャクソンの曲使ってないですから俺。あれ一般の人見えるんだよね、ベートーベンのね、交響曲第9番大工ですよあれは。ねえ、ほんと AI ってダメだね、こういう時に。なんかマイケル・ジャクソンの SME ソニーさんからなんかね、収益を止められてるというね、立場の低い差しでございますが、マイケル・ジャクソンさんはすごいですよね。そしてですね、最近何もやってない、最近もうそれぐらいしか、何もやってないんじゃない、そればっかりやってるんだ。あとスパイクレコーディンググッズね、今ちょっとまた動き出してるんですよ。最近作ってなかったなと思ったんで、エコバッグ作ります。というのもやっぱりね、コンビニ行ってもやっぱり袋使いますかみたいな、あ、これが普通になったんだっていうのがようやくこう肌で感じるようになってきて。でも今ビニールバッグが7割ぐらい削減されたんだって。でもアマゾンってめっちゃ売れてるんだってっていう現実を聞いてですね、いろいろと勉強したんですよ。そしたら今紙のなんか三角コーナーも、紙製ペーパーでできてるやつなんかも売ってたりとかして、これを機にね、いろいろと今の問題じゃなくて、この何年後かの問題であるっていう、海のその水質の問題だったりとか、そういうのをね、いろいろ知ることになったんで、これはもう未来に向けてやっぱりね、人類としてちゃんとした生活を送らなければなという気持ちにもなりました。というわけでスパイクレコーディングスエコバッグ、こちらの方ね、もうね全部出来上がったんですよ。デザインもあれ、あとは作るだけなんですけど、もうすぐできると思いますんで、すっごいいいデザインですよ。そんなこともやっております。そして今日ね、コーナーやりますよ、ちゃんとロックアカデミア。今日は何のディスクを紹介するか、そして最近買ったもの、今日はスイーツなしですね。そして前回の反省点、前回が731グレイデイスペシャルでした。反省点長い。あと久しの話は信じるな。これ何かと言いますとね、俺って結構めんどくさいね。なんかこう一つのこだわりだったり、説明だったり、こだわりかな、あとすごいスタイルが曲げないよね、頑固なんでしょうね。まあそう、ギタリストっていうのもあるしね、自分で見てても思ったもらえ、めんどくせえなこの人と思って、コードのなんか解説、自分だったらこう弾くみたいなことだったりね、あと説明が下手。というわけで今日のトークテーマはこちらにします。私の周りにいるめんどくさい人、まあトークテーマ決めてどうやって回していこうかなというふうに自分でも思うんですけど、いやもう最近思ったばっかりなんだけどな、なんかめんどくさい先輩になりたくないなとかね、
な。結構なもんだね、やっぱり。例えばその、ランチャーデルタと RX7 を乗っているギタリストってだけでも、うわ、めんどくさそうみたいな感じになりますけどね。これからは、じゃあ、めんどくさくない放送を目指していこうかなというふうに、も、思っております。カビゴンメモからは以上かな。あ、そうだ、最近見た作品。ちょうどもう、ほんとここ何日なんですけども、ネットフリックスで3% というね、海外ドラマっていう、形になりますが、今ちょっと、俺、チャットずれてるな、こうやって。今、シーズン4ぐらいまであるんだけども、こちらの方ね、見てますね。で、これ何が面白いっていうのが、ブラジルの作品なんですよ。で、どういう内容かというと、ちょっと貧しい大陸と、裕福な島っていうね、この二つが舞台になって、この間に訓練所みたいなのが、訓練所じゃない、プロセスって言ったっけ？なんかもう試験を受けるとそっちに行けるっていう。その、行ける人数が 3% だけなんです。受けた。まあ、人口のなのかわかんないけど。なので、テストを行う訓練所みたいなところではかなり厳しい内容のテストが繰り返されます。これね、多分分かりやすく言うとね、キューブに似てんだよね。わかる？キューブって96年ぐらいの映画あったよね。気づいたらこう箱型の中に何人か入ってて、でその中の謎を解いたら次に行けるみたいな、まあそういうことが行われるドラマなんですよ。でもね、やっぱりブラジルで作ってるからかな、全然なんかね、初めて見るような質感なんですよね。内容もそうだし、あれこの設定甘くないっていうところもあるしね。うん、まだねこのシーズン1のちょっとしか見てないんですけども、これからね楽しみな作品です。あとなんかやっぱりいろいろさ、こう調べてみると、出演者のインスタとかにたどり着くわけですよ。ダメですね、ああいうのは。なんかウォーキングデッドもそうなったんだけど、めっちゃ主人